はい。皆さん、こんにちは。今日はですね、iPad の左手デバイス。これを購入したので、皆さんにご紹介したいと思います。これが箱です。ミニドローイングキーボードという風になっています。3000円台で Amazon で買えます。正確な URL とかは、また概要欄の方に貼っておきます。こんな小さなパッケージで 実物は左の方に置いてあるこのパッドですいろんなレビューとかでこの半分だけというような左手デバイスはたくさん皆さんもレポートしていたんですけれども最近になってできたのか他の付加機能もついたものこれを購入してみましたこれは何するものかをお話ししていませんでしたけれどもこれは右側の iPad で動いている Procreate お絵かきソフトですね そのソフト用の専用のキーボードになりまして、Bluetooth でつないでいます。そしてここにケーブルがあります。これは充電用のケーブルでパソコンにつながっているのではありません。パソコンは Bluetooth でつなぐようになっています。Bluetooth の方はこうやって見てみますと、ナマンドとでも読むんでしょうか。ナマンド533というのがここにあります。 これが接続済みになっていて、この状態になると使えるということです。もう一度、Procreate の画面に戻しました。ここには、Procreate で使ういろんな機能がショートカットされています。例えば、鉛筆の大きさを変えたりするのは、このボタンを押すと、このように鉛筆の種類を選ぶことができます。HB 鉛筆を選んでみました。 これを消すのももう一度押せば消えます。そしてお絵かきができます。こんな形で描いたりできます。消しゴムのツールもこのボタンです。すると消しゴムのツールに変わって、そしてこのように消すことができます。今、 細い消しゴムになっていますけれども、これを変えたりすることができます。もう一度ボタンを押します。すると、このように太さが変わったりします。このようにして消してみましょう。ペンの太さとかを変えるのは、このボタンです。もうちょっと下にありますね。このボタンです。これで、はい、このように、 太さを細くしたり、太くしたりできます。こんな感じですね。太くします。こんな形で、これが太さです。 そして、取り消し、やり直しなどが、ここにあるボタンです。はい、これも案外便利ですね。通常は、2本指で、このようにしていくと、消したり戻したりできるんですけれども、そして3本指でやると、はい、こう、戻ったりします。でも、これの方が、早いですね。 そして今このようにメニューが出てきましたけれどもこのメニュークイックメニューと言いますがこれもボタン一発でこのように出すことができますちょっと新しいレイヤーを作ってみましょうまず簡単に絵を描きますこのように絵が描けました そして選択メニューですね。これも今僕マウスで持っていきましたが、このショートカットがあります。これで一発で出すことができます。そうしましてフリーハンドで選択します。このように選択をしたらクイックメニューを出してコピーをして、そして貼り付けというのもここにあります。貼り付けてみます。 すると、このように貼り付けができます。もう便利極まりないですね。カラーを変えたりするときは、このボタンです。そして、カラーを選びます。もう一度押すと消せます。 もう少し太いいペンで書いてみます。ペンの太さを変えてみますはいこのようにできますあとはカラー調整などもこのように選択することができます HSB、HS B これを選ぶと、はい、このように、レイヤーの色を変えれますし、こちらのボタンは、カラーバランスです。カラーバランスは、このように、変更することができます。また、道具を持つと、下のパレットは消えます。そして、続きを書くことができます。 あと、文字を書いたりするときの工具マーク。場所で言えば、この部分ですね。この部分もショートカットがあります。そしてテキストを追加します。するとテキストのレイヤーが出来上がるので、このテキストを編集したりすることができます。キーボードを繋いでいるので、このように消して、はい、文字を打つことができました。そして移動などは、 ここのように矢印ツールでで動かすことができますまだ僕自身が Procreate をそんなにも使っていないんですけれどもこの左デバイスが今日来たばかりなのでどうしてもペンでこのように取りに行ってしまいます。もう少し慣れが必要ですねそしてこの左のところにはカットしたりコピーしたりペーストしたりというボタンがここに3つ並んでるんですね。 ここでカットします。そしてペーストします。はい。このようになりましたね。また動かします。そしてコピーを押します。そうしまして、今度は貼り付け。これで、このように2つになります。今日はプロクリエイトの使い方を話しするんではなくて、この左手デバイスの特徴というのを 皆さんにお伝えしています。これ便利なのが、ここにホームボタンもあります。一番左上角ですね。ここを押すと、すぐにホームポジションに戻ることができます。そして画面の明るさなんかもこれで変えたりすることができます。はい。暗くなりました。明るさの調整とか、ここは 音楽を流したりするときの音量ボタンもしくはここで早送りとか再生とかそういうのもできるようになっていますあとは上下キーですねそして充電が少なくなってきたりするとランプがついたりとかいうことで3つの LED ランプがこのように配置されていますこちらの方には電源スイッチもついていますこんな感じでオンオフができるようになっています あと、説明していないボタンとかいうのもあります。それは全画面表示。これでツールがなくなって全体が見渡せれるようになります。そうしまして、ちょっとギャラリーに戻ってみます。ギャラリー用のボタンというのはありません。これを押すしかないわけですね。はい。こんな感じで今までにあった左手デバイスと そんなに大きな変わりはありません。プロクリエイター専用の左手デバイスというのは Amazon なんかで調べると3種類ぐらいのメーカーがあります。そして YouTube を随分探したんですけれどもこの左手デバイスこれは誰もレポートを日本ではしていなかったそんな感じがあったのでちょっと不安だったんですけれどもこの機種を選んでみて皆さんと 情報の共有ができたらいいなと思ってあえてみんなが使っていないやつを購入してみましたまあ今のところ大きな問題は何もありません他のメーカーさんのものはですねプロクリエイトのショートカットが変わったことによってスポイドここの機能ですねこの機能が購入したばかりでは使えたり使えなかったりするということが書いてあったので。 このドローイングキーボードはそういうことが書いてなかったので最初から今の最新バージョンとマッチできるのかなというふうに僕の方で勝手な思いがあっていろんな設定をしなくてもいいだろうと思ってこの機種を選びましたちょっとここでスポイドを押してみますはいこのように真ん中にスポイドが出ましたね例えばこのようにしてはい黒の線を選んだり することがで,きますですからその後黒っぽいペンになりましたこれもかなり便利ですそしてその他の機能としましてはここにコマンドキーがありますこのコマンドキーを押しながら拡大縮小これを押すとこのように細かく筆の太さを変えたりすることができますそして何も押さないと こんな感じで5%きらみで上がっていきます。ですから、一番上から一番下までは約20回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。20回でこのように戻るようになっています。はい。そして、最後のボタンになりますけれども、これがキャンバス全体をコピーするモードです。はい。キャンバスがコピーされました。 そうしまして、今度は一回きれいに消してみます。レイヤーを押しまして、そしてこのように削除していきます。新しいレイヤーを一つ作りました。そうしまして、先ほどコピーしましたので、貼り付けをしたいと思います。そうすると、レイヤーに関係なく全体がコピーされました。ですから、もう文字の属性とかは消えて、 一つの絵として扱うことになります。このようにキャンバス全体のコピーというのがこのボタンになっています僕も今日使いかけたばかりですのでこのミニドローイングキーボードまだ手探りの状態ですけれども皆さんもこういう左手デバイスがあればプロクリエイトを使うには時短ができると感じました今日も長い時間ご視聴いただきましてありがとうございます まったねー。